どうも、ホバーです。今日はね、5号機を琵琶湖湖岸に持ってきました。全機体、順次、カメラマウントをね、近づけしていってます。5号機はね、こんな感じになりました。ちょっとね、空気抵抗が心配ですけれどもね。あと、実はこの5号機は、バッテリー交換するときに、この全部のこのハッチがガバッと開くようになってるんですよね。で、それがですね、ただ単に摩擦で止まってるだけだったんで、ちょっと継ぎ目が見えるかと思うんですけど、ここのところに、マジックテープを挟んできて、で、マジックテープでね、止めるようにしました。ちょっとね、機体の形状がね、この特に、機首の部分ですね、空気をこうかき分ける部分にちょっと変更があるんで、慎重に飛ばしていってみたいというふうに思います。それでは準備していきます。そうしましたら5号機テイクオフです。バッテリーは2セル900mAh、 残量 98% です。インスタ36052カメラ、機種に横マウントです。それではテイクオフです。その前に、6軸ジャイロセンサー、機体のね向きをログで撮る装置を取り付けています。その方向合わせをしましょうか。カメラ向かって進行方向に対してスタートさせます。いきます。来ました。それではテイクオフです。
おおむね調子いいんですけどもね、機種にやっぱこんなものを乗せたせいか、姿勢がちょっとね傾きますね。左へ、旋回しようとしますね。エルロンかな、エルロンのような気がするんですけど、ラダー両方のような気もするんですけどね、ちょっとエルロンラダー両方とも5ずつサブドリーム打ってみようと思います。一旦カット。はい、どうです。やっぱり一辺に同時に2つのことを変えてはね、元も子もないというか、原因がねちょっとよくわからなくなってしまうということになってしまいますので、とりあえずエルロンだけね、サブトリムを 8.8、打ちました。つまり、左旋回だったものを、右旋回寄りに変えました。それではテイクオフです。はい、どうもです。おおむねうまくいったんではないかなというふうに思います。ちょっとね離陸時に機種が突っ込み気味ですけど、まあこのくらいしておかないとやっぱり上空でね、失速したら怖いんでね、なかなか難しいところですねこの辺はね。でも、アクセル吹かしている時に頭突っ込むとあんま良くないな。やっぱりアクセル吹かしている時はやっぱり上昇するっていう、挙動の方がね、まあ、いいっちゃいいんですけど、投げ方に問題があるのかな。ちょっとビデオを見てまた分析してみたいと思います。本日以上です。ではでは。
Thank you.